忍びなら仲間を犠牲にしてでも任務の遂行が絶対だ。それが起きてだ。お前そんなもんのために今まで生死を共にしてきた仲間を簡単に切り捨てられるっていうのか。俺もお前もとっくに死んでたんだぞ。それが凛の任務でもあった。やっぱりお前は嫌いだ。嫌いでも何でもいい。オビト、お前には力がない。だから俺がこの班の隊長なんだ。一時の感情に流され大切な任務を失敗すれば後々後悔することになる。だからこそ忍びには感情を殺すための掟が定められている。内側にお守りを縫い付けて。医療パックや医療忍術は任務成功率を上げるためにこの葉隠れによって考案された素晴らしいシステムだ。感情なんてものは余計なものなんだよ。本気で言ってんのか。お前は本気でそう思ってんのか。ああ、そうだ。俺はリンを助けに行く。お前は何も分かっちゃいない。確かに忍びの世界でルールや掟を破るやつは、仲間を大切にしないやつはそれ以上のクズだ。俺は掟を破る。それが正しい忍びじゃないってんなら、忍びなんてのはこの俺がぶっ潰してやる。もう少しで蹴りがつく。一気に行くぞ。皆さん、この区内を一斉に敵側へ投げつけてください。あとは私一人でやります。黄色い閃光の戦いが見られるぜ。一瞬だ、見逃すなよ。こいつらは俺が仕留めする。その隙に逃げろ。でも俺はオビトにお前を頼まれたんだ。だからお前は死んでも守る。命がけで守ろうとした。行けリン。